手を指名してきたオリックスです。まず、左投手で、ストレートが150キロ近いストレート、キレのあるストレートと、あとは変化球スライダーの、まあ、キレがあって、で最大の特徴が、まあ、ちょっとクロスステップから投げる、右バッターのインコースにちょっとこう食い込んでくるようなまっすぐが一番最大の武器だと思います。そうですね、体もすごい強いですし、投げる体力もあるので、もう先発、中継ぎ、抑え、またもどこでもいけると思うので、その与えられたところでこうしっかりと力を出して球界を代表するようなピッチャーになってほしいと思います。そうですね、1巡目、2巡目と高校生の楽しみな、2人が取れましたので、まあ、とにかくこの2人が近い将来チームの中心になってくれるようにまずは期待するとともに、まあ、3巡目でまた村西君が、近代の村西君が交渉権取れましたので、まあ、すぐ上でやってくれると思いますの で、まあ、あと舞君と、勝俣君、いいドラフトできたんじゃないかと思います。そうですね、楽しみな、まあ、当然まあ、キャッチャーは、まあ、中心になると思ってたんですけど、まあ、キャッチャー、またピッチャー、外野手と、とにかく外野手に関しては とにかく、まあ、打てる、触れる、強く触れる、まあ、こういう、選手が、いましたし、自信持って、育成選手として、指名させてもらいました。